はい、どうも皆さん、おはこんばんちゅーは、ジャモランマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイルやっていきたいと思います。はい。今日はですね、ヘッドトゥヘッドのパック引き見てください、こちら。このキンキラキンな感じ。スーパーパックも1枚来ておりますので、こちらのパック引き、もうそろそろね、そろそろピンクダイヤ来るんじゃないかなと思いまして、こちらの5連引きやっていきたいと思います。では、お願いします。ジョブラマタケシの NBA TV。じゃあやっていきましょう。まあもちろんスーパーパックは、最後に引く形で、まずはゴールドパック右からやっていこうかな。よっしゃ、よっしゃ、やっていこう。じゃあ1枚目、お願いします。OK、3枚来い。3枚来た。じゃあ右から、スタンダードギアの鍵。まあ安定、安定。まあこの辺はよくあるパターン、パティーンですね。はい、で、3つ目。はい、来ると思った。もうね、分かってきました。もうオニキスだと思ってましたよ。じゃあ3つ目じゃない。2つ目。ゴールドパック。まあいいんです。最後のスーパーパックが待ってるんで、それを引ければね。それで来ればいいんで。右から、お、オニキスのパターン。これね、前もあった。この場合全部オニキスです。これもオニキス。うお、待って。なるほど。これ当たりのパターンだね。全部選手カードで、しかもオニキスダイヤと来てる。ってことはこれ、確定演出だね、これ。左。いきます。ああ。なるほどね。でもゴールドパックでも、まあゴールドパックでもこれは当たりと言っていいんじゃないですかね。まあもちろんゴールドパックは PD が出るので、まあそれ出ない限り当たりとは言ってはいけないかもしれないんですけど、まあかなり当たりに近い方だと思います。ありがとうございます。こういうパターンもあるんだね。じゃあ3つ目、ゴールドパック。よっしゃ、お願いします。はい、OK、3つ目ました。で、右から、ドラフトピック6、これは安定のドラフトピック6です。で、鍵、これも安定。よし、これ3つ目、これ期待できます。これ多分選手カードだと思います。よっぽどのことがない限り。まあ、オニキスだよね。大体オニキスだと思ってるよ。はい、ドラフトピック6回の感じはこんな感じです。ルビーが出ましたね。はい、残すところあと2枚ということで、ゴールドパック引いていきたいと思います。ゴールドパック4枚目。どう出る？お、全部3枚でしたね、ゴールドパックは。よし。じゃあ右、あ、安定。やっぱり安定だ。多いんですよね。右端はドラフトピックの確率が多い。ブースト。最後3枚目。おー、ダイヤ。まあって感じかな。さて、やってまいりました。スーパーパック。もう PD、これで出なかったらもう本当に怒ります。うわ、来た、これ。もうこの感じいいよね。もう引くだけでテンションが上がるというか、このパックの豪華さ。うわー、OK、3つ。よし、これは来る。これは来る。3回も要は PD のチャンスがあるってことなんで、これは期待できますね。じゃあ右から、スタンダードギアの鍵が2枚。オニキスが来ました。左はもうオニキス以上確定と言っていいんじゃないでしょうかね。最低でもダイヤ。うまくいけば PD 来ると思います。では、お願いします。来い！うーわ、クソだこれ。クソ！マジでクソ。ジョブラマタケシの NBA TV。はい、ということで、いかがでございましたでしょうか。スーパーパック含めた、ヘッドトゥヘッドのパック引き5連チャン、今回も当たりこずという状況でございました。まあ、懲りずにね、PD が出るまで、なんかちょっとこれ、このパック、なんか恒例になってますけど、PT が出るまでちょっとね、ぜひ引いてきてと思いますので、ぜひとも、よかったと思った方はチャンネル、高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。